さ今回グリーンにしましょうか。グリーンにね、奇跡っていう歌があるんですけど、このグリーンはね、映画にもなって、映画面白かった、映画も見たんですけども、まあ、その大学でメンバーでバンドやってたんですけども、そのね、なんだ、まあ、その映画の話をこの数分でまとめるのは難しいですけども、まあ、とりあえず挑戦してね、いや,やってみて、いろいろやって、アーダコードあったんだけども、結果的にまあ、あの、いろんなことはあったけれども、 まあ、メジャーデビューして、まあうん、もう、グリーンが出ても十何年経つと思うんですけど、うん、当時ね、学生で、なんかそのタコ部屋でね、みんなでこう、なんか曲作ってたっぽいですけどね。<laughs> うん、だから、なんだろうな、うん、奇跡を起こせるっていうのが、まあ、その僕自身もそうですし、久保さん自身もそうですし、なんか、やった人にしか分かんないですよね。 うーん奇跡は起こるんですけども、やった人にしかわからないかやってない人からすると、奇跡なんか起こんねえよって話なんですよ。でも、やった人は奇跡はあるよって話なんですよね。だからこれは矛盾してるんですけどねうん。やらないからずっと奇跡なんか起こんないし、でも、やった人は奇跡が起こったって思うし、だって奇跡じゃないですか。久保さんがマージャン店しかやってこなかったのに、今こんなやってんのは奇跡でしょ、どう考えても。<laughs> 僕もそうですよ。ね 君、あの、オードバックスの面接でね、オードバックスの面接で、君、バイトでも難しいよ、採用、みたいな。よくこれで就職活動してるねって言われたんですよ、僕。採用通知、10、10、相当もらいましたけど、10、10, 10社ぐらいは、まあ、記憶があれだったら10社ぐらいはもらったと思います。不採用通知ってね。あなたは社会不適合者。うちの会社にはいりません。と。うちの会社にはいりません。うちの会社にはいりません。あなたは不採用です。ってもらった男が、か今こんなことやってんだから、奇跡でしょ。 どう考えても<笑><笑>君バイトでも難しいよみたいなね <laughs> そう <laughs> そんな男でしたからね行いってらっしゃい